レコメンクリック。レコメンをお聞きの皆さん、こんばんは。私たち、せーの、クリックミーアイです。ミーアイのシャイニングスター、ケイコです。ミーアイのクールビューティー、ココナです。ミーアイの天性のブロンド担当、しずくです。よろしくお願いします。はい。今週1週間、レコメンの中で私たちミーアイの番組、ミーアイのレコメンクリックをお送りしています。今日が2日目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。2日目はこの3人でお送りするんですけれども、はい、この3人の共通点は、ちょっと私たち探してみたんですけど、はい、なんと髪の毛をブリーチしたことしかなかったです。はい、すいません。髪の毛をみんなブリーチしていました。はい、はい、派手髪担当の3人でお送りいたします。はい、はい、毎日日替わりで進行してもらうメンバーがいるんですけれども、今日はもしデビューできたらラジオをやりたいと言っていた私が進行させていただきます。お願いします。はい、その時はお悩み相談ラジオをやりたいと言って、ミーアイの番組でやらせていただいたんですけど、今回は本物のラジオということで、全国36局で流させていただいています。やばいね。はい、私の声がなんと愛知県やもう全国に流れてしまっていて、すごく緊張するんですけど、たくさん息をしていい声を届けたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さん意気込み等ありますか？はい、この36曲ということで、すごいです。こんな大きなラジオすごく初めてなので珍しく緊張しているんですが頑張りたいと思います。よろしくお願いします。しーちゃんはどうですか？はい、私はそれこそさっきまで緊張してなかったんですけど、いざこのマイクを目の前にするとちょっと緊張してるんですけど、楽しんでやりたいと思います。お願いします。そして今日もここからはこの方も一緒です。文化放送アナウンサー甲斐彩香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元気いっぱいね。はい、いいですね。今日はね、ある企画を持ってまいりましたので、はい、お願いします。昨日に引き続きこの企画にまいりましょう。ミーアイの101クエスチョン。はい、さあ皆さんはプロデュース101ジャパンから生まれたグループということで、番組スタッフが質問を書いていたらもう止まんなくなって101個出てきちゃったという、101個のね、この質問にどんどん答えていただきます。はい、ではこちらのボックスから数字が書かれている紙を引いていただいて、私が質問を読み上げます。じゃあまずはどうしましょうか？じゃあ年齢順でしんちゃん、しんちゃんから、はい、私から引きたいと思います。いやードキドキ。何が来るのでしょうか？はい、58番。58番、何ですかね？ケータリングにあるとテンションが上がるのは、はい、あ、私たちミーアイ食べるのがすごく好きなので、これ気になります。そうだね、みんなバラバラ。じゃあしずくさんからお願いします。はい、私はあのアサイが、あの以前ケータリングに出たことがあって、あのそれまでアサイを食べたことがなくて、ずっと気になってたんですけど、なかなかこう勇気が出ず食べるきっかけがなくて、その時に食べてからアサイにハマってしまって、よくあの宅配でも最近よく食べてるんですけど、そう、だからアサイがあると嬉しいです。いい、ね、はい、ケータリングから好きになった食べ物なんですね。そうなんです。じゃあ続いて、じゃあ2番目のケイコさんが喋りたいと思います。はい、はい、私はですね、いや私もすいません、アサイって言おうとしてて、アサイが本当に、あの私もこんなものもケータリングで出るんだっていう、すごいびっくりして、もともとアサイがすごく好きだったので、アサイが出るとテンション上がるんですけど、でもちょっと別のものを今あのパッと思いついたのが、サンドイッチがたまに、本当にたまに出る時があって、結構ケータリングってお米とかお弁当でお米芸の和食とかが出るのが多いと思うんですけど、なんかパンがあるとなんかちょっと特別感があって、なんかちょっとワクワクするので、私はサンドイッチがあると嬉しいです。いいね、フルーツサンドとかね。あ、そう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 。ココナさんはどうでしょうか？はい、私はあのもう決まってて、私は卵スープです。あ、え、卵スープ、うん、はい、私めっちゃ卵スープ大好きで、うん、なんか特にあのケータリングの卵スープって本当に美味しいんですよ。一度食べてみてほしいんですけど、本当に美味しくて、卵スープ卵スープが好きなんです。はい、好きですね。好きなココナさんでした。はい、結構意外なね、好きなものでしたけれども、じゃあ続いてまいりましょう。私が稽古が引きたいと思います。はい、お願いします。じゃあ、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 ビョーン。
101番が出ました。最後の101番、はい、ラジオで伝わる一番自信のあるモノマネをお願いします。あ、待って、私モノマネのレパートリーゼロだよ。私もです。私1個あります。ココナさん、ではお願いします。はい、じゃあ私はあのカラスのモノマネをしたいと思います。いきます。はぁはぁ上手すいません、失敗しました。すごい、めっちゃ高音質で面白かったよ。あの本当はもっと上手くできるんです。こんな高音質でカラスの鳴き声聞いた初めてやもん。ちょっと優しそうなカラスでしたね。優しいカラスでしたね。ありがとうございます。いや、どうしましょう。本当にあのモノマネを、私モノマネのレパートリーはないんですけど、はい、モノマネというか、まあ、自分が過去やってたっていうのもあるんですけど、 あの宝塚の受験生のモノマネ、モノマネ、あ、いいじゃん、経験済みなんですけど、やりたいと思います。受験番号3104番、初めてありがとうございます。はい、このことしかないです。すいません、いいよ。すごく良かった今の、はい、めっちゃ培ってきたものなので、やっぱり経験がね、もう一度聞いてよかった、はい、もう一回聞きたいぐらいよ本当に。いや、これの後にやるのすごくプレッシャーなんですけど、どうしましょう。私もじゃあ、あのすごく短い2文字、いいよ。あの私も実は昔新体操をやっていて、で、あの新体操の発表会って、あのなんか一人ずつ名前が呼ばれたらはいって言うんですよ。でも私緊張して毎回すごいなんか高い声を出して言っていたので、その時の自分を思い出していたいと思います、うん、じゃあ、あの誰か私の名前を呼んでください。お願いします。いきます。清水恵子さん。はい。いつもね、恵ちゃんが、すいません、小さい時の自分だと思ってたんですけど、ちょっとなんかあの昨日とかも聞いたことある、声帯が変わってちょっとなんかいつもの自分だったかもしれないです。すいません。でもよかったです。よかったです。はい、じゃあもう一つということで、はい、じゃあココナさんに聞いてもらえますか。はい、ココナさんお願いします。はい、お願いします。何かな。はい、70番。最近、あ、今の私イケてると思った瞬間は。わー、なんか難しい。ココナ、私は、お、あります。あの朝体重を測るんですけど、その体重が減っていた時はいけてるって思います。いい、ね、頑張ってるもんね。はい、いや素晴らしい、それは素晴らしいぞ。そうです。ココナさん、こう筋トレとかしてるんですか。ああ、最近はちょっとサボっちゃってるんですけど、あのなるべく毎日できるように頑張って筋トレしてます。へー、はい、すごい。よく歩いてるよね。あ、歩いてる。なんかそのジムの歩くマシーンをなんか夜中にちょっと歩こうかなみたいなこと言って、なんか歩いたりとか、はい、歩いてます。よく、いいね。すごい。じゃあ努力が実った時ってことですね。そうですね。はい。じゃあしずくさんは。そうですね。私はあのそれこそファンコンサートがあったんですけど、ファンコンであのオープニングでこうみんな一人一人こうランウェイみたいな感じでこう出てくるんですけど、まあイケてるっていうもう思い込みっていう感じなんですけど、あの瞬間もう自分が出た瞬間歓声もすごくて、でやっぱりかっこよく決めるシーンなので、私普段あんまりなんか基本ニコって笑ってるタイプなので、あんまりこうクールな感じじゃないんですけど、その瞬間は私イケてる、今イケてるっていうテンションでやってたので、その瞬間が一番イケてたかなって思います。めっちゃわかる。わかる。わかる。わかるわかるわかる。いや、なんかちょっと私も似てるんですけど、メイクがうまくいった時。ああね。なんかあの私はまつげがすごく自分のメイクで大事にしている部分で、少し恥ずかしいの見ないで。みんな、いいよ。かわいいよ。今すごいみんなの視線がすごかったです。ありがとうございます。なんかあの私まつげがすごいなんかあの日によって調子が違うんですけれど、うん、すごく調子のいい日がたまにあるんですね。でなんか1週間に 2,3 回ぐらいだけあるんですけど、その時はもうなんかもう全力で目を見開いて歩いています。本当にすごいね。あのもうまつげが上がっているだけで本当に気分の上がりようがすごくて、うん、もうその日はなんかもう私
あの世界一可愛いって思いながら歩いてます。はい、ありがとうございます。じゃあまつげで、はい、そのメイクのね出来栄えが決まるんですね、はい、いいね。さあということでここでお時間です。はい、ではここで時間が来てしまいました。いろんな質問に答えたけどみんなどうでしたか？楽しかった、ね、なんかあっという間だったよね、うん、なんかあのケイちゃんがその新体操をやっていたっていうのがここで初めて知れたので、みんな知らなかったの？初耳、うん、初耳だよ。え、うちリボン回しとかうまいよ。え、今度やってもらっていい？やってもらおうか。オッケー、今度ファンコンでやるわ。いいねぜひぜひ、うん、はい、ではミヤへのレコメンクリック2日目もそろそろお別れの時間です。明日はリノンとつづみの2人が担当します。お、2人のラジオ、ここで2人のラジオ初めてなんですけど、今までずっと3人で、うん、そうだね、どうなるんでしょうか。でもあの2人だったらもう20人分ぐらいのね、すごい。でも2人でも全然大丈夫ですね、うんうん、あの2人はすごい元気いっぱいなので楽しみですね。はい、最後は私たちミーアイの曲を聴きながらお別れしたいと思います。ミーアイでクリック。以上ミーアイでした。